モスクワ住宅地で車爆発、男女二人怪我、タス通信。タス通信などによりますと、ロシアの首都モスクワの住宅地で24日、車が爆発し、男女二人が怪我をしました。男性はロシア軍の将校とみられていて、足に大怪我をしたということです。二人が車に乗り込んだ際に爆発したということで、ロシア当局は車に爆発物が仕掛けられていたとみて捜査を始めています。モスクワ市、志願兵に330万円の一時金を提示。ロシアの首都モスクワ市当局は、市内からウクライナとの戦闘に参加する志願兵に入隊時の一時金として190万ルーブル、約330万円を支払うと発表した。ソビャーニン市長が23日の声明で発表した。ロシア軍が兵力の確保に苦慮している現状がうかがえる。入隊後1年目の報酬は最大520万ルーブルとする。ウクライナとの戦闘で負傷した兵士には、怪我の程度に応じて約90万から180万円、戦死した兵士の遺族には約530万円を支給する。ウクライナ侵攻を続けるロシア軍の死傷者は公表されていないが、英国防省によると5月から6月だけで7万人を超えたと推定される。プーチン大統領は昨年12月の大統領令で兵力を17万人増強し、132万人とするよう指示していた。国外からもネパール人兵士1万5000人が投入され、その多くが負傷兵として帰国している。行方不明者や死者の数は不明。ネパール人兵士の一人は CNN に、外国人の訓練所にはアフガニスタン、インド、コンゴ、エジプトなどから新兵が集まっていたと話した。ロシアがハリコフ空爆、民間人一人死亡、ウクライナ当局者。ウクライナ東部ハリコフでロシアによる空爆があり、民間人一人が死亡した。ハリコフ市のテレホフ市長が24日、対話アプリテレグラムで明らかにした。ロシアは同市に対して波状攻撃を行ったという。同市があるハリコフ州のシネグボフ知事もテレグラムで、攻撃により市内の住宅が炎上したと明らかにした。ロイターはこの情報を独自に確認できていない。ロシアからコメントは出ていない。ウクライナ軍の自走榴弾砲、6回の連続攻撃を生き延びる。ウクライナ軍のあるAS-90 自走榴弾砲の乗員5人は、ロシアがウクライナで拡大して2年5ヶ月経つ戦争で最も幸運な砲兵だったのかもしれない。この AS-90 は最近、ウクライナの 1000km に及ぶ戦線のどこかで樹林帯に潜んでいたところをロシア軍のドローンに発見され、続いて様々な兵器で執拗な攻撃を受けた。ロシア軍は短時間の間に重量45トンのこの英国製車両を少なくとも6回攻撃した。車両は損傷したが撃破は免れた。乗員も生き延びられた可能性がある。これは運が良かったという面もあるだろうが、同時に最も多く最も耐久性のある榴弾砲を持つ側が大抵戦闘に勝利する戦争において砲を遮蔽、防護することの重要性を改めて示す出来事にもなった。1990年代に開発され、英国がウクライナに少なくとも50門の供与を表明している AS-90 の一つが繰り返し攻撃を浴びたことは、17日かそれ以前にソーシャルメディアで共有されたロシア側のドローン映像で明らかになった。AS-90 の 155mm 砲の射程は 25km 弱なので、この AS-90 はおそらく前線からそれくらいの範囲内にある樹林帯に隠れていたのだろう。
ロシア側はドローンで居場所を突き止めた後、まず砲撃を加えた。しかし砲弾は命中しなかった。そこで爆弾を積んだ FPV ドローン2機を突っ込ませた。煙と粉塵が収まると AS90 はほとんど無傷のままだった。ロシア側はまた砲撃し FPV ドローンを飛ばした。それからランセット自爆ドローンで攻撃し被弾させた。連続6回の攻撃の後、 AS90 は激しく損傷したようだが、爆発炎上はしなかった。そのため乗員は脱出し、徒歩で逃れる機会があったとみられる。ロシアによるウクライナに対する戦争では、両軍とも数千門の大砲類を配備しており、毎日その一部が攻撃を受けている。ロシア軍は2022年2月の戦争拡大時点で、大砲とロケット発射機を計5000門機保有していたが、これまでに3分の1近くを失った。ウクライナ軍は大砲とロケット発射機を2000門機弱保有していたが、2年5ヶ月の間に500門機ほどを失った。AS90 も少なくとも7門撃破されている。損失を補うために双方とも新しい大砲やロケット発射機を製造しているほか、長期保管していた古い在庫を引っ張り出している。ウクライナ側は支援諸国からも大砲類を数百門取得している。撃ってすぐ移動するシュート&スクートはむしろ危険。砲兵戦の激しさから、両軍の砲兵は生き延びられるチャンスが最も高い戦術を編み出すことを迫られてきた。現在、砲兵の間でコンセンサスがあるとすれば、最大の脅威はドローンであり、ドローンに見つからないようにすることが最優先事項だという点だろう。ロシア軍の砲兵もウクライナ軍の砲兵も、榴弾砲などの補体砲を枝葉や偽装ネットで覆った上で樹林帯に隠し、数発射撃するのに十分な距離と時間だけ外に出し、射撃後はすぐに再び隠すというのが標準的な運用の仕方になっている。大砲の射撃陣地を変える場合は慎重に行う。敵のドローンに監視されていないことが十分確信できない限り、陣地転換は控える。こうした固定的な陣地を拠り所にする砲兵戦術に対して、より機動的なシュート&スクート、撃って移ると呼ばれる砲兵戦術もある。これは新たな射撃陣地に入って砲弾を数発発射した後、急いで新たな射撃陣地に移動するという戦い方だ。次の陣地は数キロメートル離れていることもある。シュート&スクートは絶えず移動することによって三角測量で発射地点を割り出して打ち返してくる敵砲兵の努力を無駄にしようとするものだ。戦場をドローンがほぼ常時監視するようになる前の時代なら、この方式はうまくいったかもしれない。だが今では現代的な軍隊はすべて基本的に24時間体制で戦場全体を監視するようになっているので、特に日中、樹林帯や壕など遮蔽防護物の外に出るのは自殺行為に等しい。隠れたまま敵の砲撃をやり過ごす方が良い。この戦争の装備の損害を独自に集計しているアナリストのアンドルー・パーペチュアは、かねてシュート&スクート戦術に強く反対してきた。その根拠として、ウクライナ軍のドイツ製パンツァーハウビッツェ PZH-2000 自走榴弾砲の例を挙げている。 PZH-2000 は高い機動力を誇るが、ウクライナでは大抵の場合偽装され要塞化された射撃陣地に張り付いている。ウクライナで PZH-2000 が生き残っているのは、シュート&スクートしているからだという人をよく見かける。けれど私が映像で見た PZH-2000 はどれも例外なく、シュート&スクートしていなかったとパーペチュアは書いている。そしてシュート&スクートしなかったからこそ PZH-2000 が生き延びたという事例はとても多い。パーペチュアはシュート&スクートは実際は有効ではないとの見解も示している。
おそらく6回攻撃を受けた AS90 についても、もし乗員たちが車両を隠れ場所から出して急いでその場を離れようとしていたら、もっと多く、もっと早く被弾していたはずだというだろう。ロシアに誠意あれば交渉入りの用意。ウクライナのクレバ外相は24日、中国の王毅外相との会談で、ロシアが誠意を持って交渉に入る用意ができたとき、ロシアと交渉する用意があると述べた。ただ、現段階では、ロシアにその準備がないとも強調した。ウクライナ外務省が発表した。当初からロシアはウクライナに妥協するつもりは微塵もありません。その点は守備一貫していて全くぶれていません。停戦や交渉は次の侵攻の準備をするまでの手段に過ぎないのは周知の事実です。プーチンが指揮を執る軍事作戦はチェチェン紛争以来全てが例外なくそうでした。ウクライナはロシアの衛星国の中で一番国力差が小さい相手なので、電撃侵攻に失敗すれば 2,3 年程度で制圧できる可能性は低いということも覚悟していたと思われます。逆に一番難易度の高い相手を落とせば残りは楽に進められると考えているはずです。戦況も当初はウクライナの健闘に目を見張りましたが、持久戦に持ち込んで徐々に学習をしており、定石通りの国力差を反映させる戦い方を強めています。ウクライナは支援が途切れると後がありません。継戦も厳しくなる中、戦い抜いてアフガンになるか、力尽きてチェチェンになるか、正念場を迎えていると思います。